全身型蒸気機関車は中華人民、共和国鉄道部の貨物、列車用テンダー式蒸気機関車である。逼迫した貨物需要の改善のためソ連から輸入したファイン型、蒸気機関車の標準機系の有効型を参考に設計され、1956年9月に完成した中国国内で生産された初の大出力機である。大連機車で5両生産された後、 大道記者賞にて量産された。この多長春、ボタン校、新唐東山東各交渉で172両が生産されている。当初和平型と呼ばれていたが、中素関係の悪化により、文革時代に判定型と解消され、文革終了後に現在の全進型に落ち着いた。1988年7207号機の 出場をもって生産停止され、計4708両が生産された。なお、QJ とは、全身の中国語読みをローマ字表記した、キアン人ンの略。設計の際、ローラーベアリング、自動級単装置、中高性シリンダー、密閉式キャブ、混合式給水温め機、動力加工士、ブロアー等新しい技術が採用され、 他国の蒸気機関車と同等の技術レベルとなった。車軸配置は 1E1、e、のサンタフェ型で、最高速度は時速8 0トルである。同輪周馬力が高く、牽引性能が良く、石炭と水の消費が少なく、また乗務員の労働条件の緩和にも寄与した。しかしながら、すでに本線上での運用はなくあと数年で、全車除籍となり、 ディーゼル機関車にとって変わられると思われる。1964年に大道機車賞がボイラーを改良し、燃焼室を追加、中心口を 80mm、キセルの長さを 5350mm に短縮し、通風装置を改良したところ、エネルギー効率が8.42%となったため、量産型に反映された。1986年9月に大道機車賞が、 全身系を石炭ガスを燃料とした試作車を製作した。試運転初期の発表によると燃料のガスは完全燃焼し石炭の節約になるほか環境汚染も少なく乗務員の労働条件の軽減されるとされている。しかし技術上の問題を解決するには至らず営業運転に使用されなかった。機関車部分は解体されてしまったが炭水車は 今も保存されている。1980年代半ばからは南アフリカ、国鉄26型蒸気機関車で重要な役割を担ったデイビッド・ウォーデールの協力を受け、ガス化燃焼システムを全身型に搭載した。保守面と技術的な問題に加え、ディーゼルと電気を主力とする方針に移行したため、開発は中止された。製造数が多いことと近年まで生産されていた。 ことから、アメリカで保存された6988号機、7081号機を、はじめ多数が保存されている。当多数。1982年及び1983年に、開催された中国鉄道博日本で走った、中国の蒸気機関車。ありがとうございます。